けんチャンネルへようこそ。今回は歯列矯正をすると老け顔になってしまうのかについてお話していきます。興味のある方はぜひ最後までご覧ください。また歯に関する面白い動画もたくさんアップしていますので、チャンネル登録よろしくお願いします。歯列矯正することによって老け顔にならないですか、すごく聞かれます。本当に 50% から 40% ぐらいの方に、これこうすると老け顔にならないですかって聞かれること多いです。これについて解説していきます。ポイントはですね、口元を下げたい方でこれの話がよく出ます。よく E ラインって言葉聞くと思うんですよ。鼻と口と顎を結んだラインが一直線だと綺麗だよって聞くと思うんですけど、この E ラインを整えたいから口元下げたいんです。でそうなった時に、前から4番目の歯を上下左右4本抜いたりとか、上の歯2本抜いたりなどして口元をこう下げる治療をして、 E ラインを整えなきゃいけないのか、でそれやった方が E ラインが綺麗になるのか、これをやりたいって方もたくさんいます。そうなった時に老け顔になるって聞いたんですけど、どうなんですかと聞かれることがあります。まあ、結論から言うと、口元がこう下がる分、人によっては口元が全然出てない方がそれをやってしまうと、ほうれい線がね目立ってしまうことがあるんですよ。そうなると老け顔になってきてしまいます。またこの人中ですよね、これが伸びるのが皆さん嫌なんですけど、口元が出てる場合はこう斜めに人中がなっているので、それがこう綺麗に下がると少し伸びたような感じになるのは、できるだけそうならないようにするんですけど、多少伸びて見えることが多いです。ですがそれ以上に口元が下がるメリットの方が大きいので、そこよりも下がったことの綺麗さで喜ばれる方がほとんどです。ですが口元があまり出てないのに抜歯矯正をしてグッと口元下げてしまうと、逆に老け顔になって前の方が若々しくて可愛かったってなってしまったら意味がないです。ポイントはまずその先生の症例を見せてもらってください。カウンセリング時に抜歯矯正をしたらこう横顔が変わりましたっていうのを絶対見せてもらってください。これがない先生に口頭でね説明だけされてもイメージが湧かないです。口元下げたらこうなりますよ、実際の写真を見せてもらって、で逆に下げすぎちゃったら良くないっていうのもしっかりとお話聞いてください。抜歯してる矯正の経験がある先生がまず大事です。横顔をしっかり変えたいのに抜歯矯正を全然やってない、矯正あんま得意じゃない一般の先生たちですよね。嘘って言っちゃいけないですけど、自分が苦手なのでそれをしないで、ちょっと角度を変えるだけで結構下がるって言い方するんですけど、横顔は変わりません。それじゃもう絶対変わりません。IPR といって歯と歯内の隙間を開けて下げれば横顔すごい変わりますよって説明する先生もいっぱいいらっしゃいます。それはね、自分のリスクを取ってないだけです。その先生がその抜歯する矯正の技術が全くないだけなので、抜歯して矯正した方が絶対下がるし横顔変わります。歯で下げれるのは歯1本分下げることが限界なので、骨切りと呼ばれる整形でねグッとね下げれればいいんですけど、そこまでは矯正ではできないです。僕らがアプローチしてるのはここなので、この突出感を下げるかそれかどうしていくかっていうだけなので、この位置を変えるっていうのはちょっとなかなかできないんですね。ここで勝負していますから、口元のここの突出感を変えるって時に抜歯しないですごい横顔変わりますよってことはほとんどないです。もともと前歯こう突出してて角度を変えて抜歯しないでね変わることはすごくあるんですけど、口元がこう出ててこれぐらい角度変わったぐらいじゃ全然横顔変わらないです。やっぱり歯を抜いてこうしっかり下げてあげた方が横顔がしっかり変わります。ので僕の場合は事前にカウンセリング時に抜いて矯正するとこうやって横顔変わりますってお話を絶対しています。皆さんにそこで納得してから始めてもらいます。抜いてやろうか歯を抜かないでやろうかすごく悩まれる場合は、インビザラインという治療であれば事前にシミュレーションができるので、それを見てもらってから決めてもらってます。なのでゴール地点を決めるのは、まあ僕が全部決めるわけではなくて一緒に決める、そこが大事です。事前に老け顔にならないことを確認して矯正を始めることが一番大事です。それができないクリニックでは絶対やらないでください。なんとなく隙間開けて角度中入れれば綺麗になるよであったり、もう親知らずの位置抜いて下げていけば横顔めっちゃ変わるよ、変わりません。4番目の歯抜かないと横顔を大きく変えれません。ですけど大きく変えすぎたことによって老け顔にならないか、それも事前にしっかりと確認して見てくれる先生にしてください。なのでこのベロの大きさとかにも関係してます。そこもしっかりと見てくれる先生を選ぶようにしてください。そしてこの老け顔になってしまう原因もちょっと喋っていくんですが、やはり抜歯して口元を下げていくとですね、先ほど言ったもともと口元が出てない方を下げてしまうとほうれい線が目立って老け顔になってしまう方、また頬がこけてしまう方もいらっしゃいます。まずこう下がりすぎてしまうことと、もう一つはこの表情筋です。この筋肉の調和が今までと変わります。抜歯して矯正すると噛み合わせもすごく変わるので、表情筋の働きがねうまく働かなくなって噛み合わせが悪くなってしまったりすることもあれにあります。そうなるとここの筋肉がうまく働かずにこけてきてしまう、
また噛み合わせが少しうまく奥歯で噛めなくなってすごくこけてしまうことがあるので、それもそうならないように矯正をすることが大事です。また今までエラが発達してたのが矯正したことでスッと綺麗になった方もいらっしゃいます。これは頬がこけるのとは違うんですけど、これも噛み合わせで食いしばり激しいギュッとしてた人が矯正をしたことでそれがなくなって、エラの発達がなくなってスッと綺麗になる。これはね、いいパターンです。噛み合わせが良くなって食いしばり激しいしなくなっているので成功です。矯正すれば絶対エラがなくなるっていう説明は事前にはできないです。やってみなきゃわからないです。なので矯正しても食いしばり激しいなくならない方もいらっしゃいます。やはり食いしばりっていうのは噛み合わせだけじゃなくてもうストレスがほぼなので、そういう方は食いしばりしちゃうんですね、無意識のうちに。なのでそういう方の場合はもうボトックス打つことで噛む筋肉の力を弱めるってことの方が手っ取り早く食いしばりはなくなります。矯正でなくなることもあるので噛み合わせが良くなってね、逆にこう右噛みばっかしちゃうからすごい発達しちゃう、こういう場合は矯正すごくありです。噛み合わせをしっかりと均等にすることで右だけ張ってたエラがなくなるってこと非常にあります。それはね、矯正して治る可能性が高いってお話することが多いです。矯正後にやはり頬がこけないように、老け顔にならないようにするためにはどうすればいいか、これはもうまとめると、まずはしっかりと説明して横顔を変える矯正たくさんやってる先生を選んでください。先生がね、抜かなきゃ絶対ダメとかね、そういう言い方する先生もちょっと怖いです。抜かないと横顔は変わらないことが多いけど、もし抜いてしまうとあなたは口元が下がりすぎて頬がこけちゃうよ、なので足矯正やめた方がいいんじゃないかなって、しっかりリスクも説明してくれる先生を選ぶようにしてください。歯を抜く矯正ができないから横顔はね、抜かなくても変えれますっていう先生も嘘です。しっかりと両方やってて、どっちも説明できて、どっちも症例を見せてくれる先生、これを選ぶようにしてください。事前の先生選びがまず第一。こけてしまった場合の対処法としては口元を広げるっていう方法もあるんですけど、これはなかなかできないですね。抜歯して矯正してることがほとんどなので、なかなかそれ以上広げることはできないです。ヒアルロン酸を入れるってこともあります。ヒアルロン酸を入れることで頬のこけてるのをボリュームを戻すってことができます。うちは歯科だけじゃなく美容外科も併設しているので、ヒアルロン酸治療しっかりできます。アフターフォローも全てしっかりしているので、もし気になる方は一度カウンセリングに来てみてください。ということで、今回は歯列矯正をすることによって老け顔にならないかについてお話していきました。この動画が良かったと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。またインスタグラムと LINE アットもやっていますので、概要欄の方からフォローしてみてください。Aクリニックデンタルでも僕の方で抜歯矯正たくさんやっていますので、症例が気になる方や費用が気になる方、実際にカウンセリングに来て僕とお話してみてください。費用症例が見たい方はホームページの方チェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。